お前と出会ってから11年か。内藤哲也、夢への初挑戦、その相手は俺。お前が G1 で優勝した時も俺だった。あなたに勝って優勝できたことすげえ誇りと思います。俺の居場所はロス・リンゴベルナブです。棚橋になれなかった男、ナイト、お前が俺の最後の希望だ。東京ドームで勝負しよう。挑戦者、棚橋博史。一番苦しかったですね。これほど大事な試合で勝てなかった年っていうのはなくて、サイン色紙にエースって書くんですけど、ね、なんかちょっとね、書くのが後ろめたくなりましたからね。さらに7年連続メインイベンターとしての記録もついえた。完全復活のためにも俺は覚悟を決めた。ラスト、ハイエナジーっていう曲に頼らずにもう一回一から始めてみてもいいんじゃない。まあ、新たな挑戦として受け取ってください。また一からこう棚橋の記憶を作っていきたいっていうことですね。地に落ちたエースよ、よーく聞け。嫌というほど教えてやる。入場曲を変えただけで強くなれるんだったら一シリーズごと変えますよ。2016年プロレス大賞 MVP 獲得、最も神ってた男、 IWGP インターコンチネンタル王者、内藤哲也。棚橋にこれだけのムーブメントを起こせますか？不可能でしょう。俺は心の底から思ってますよ。棚橋程度にならなくてよかったな。プロレス氷河期、新日本の運命を変えた棚橋。そして棚橋に憧れて新日本入ってずっと背中を追い続けてきた。お前を引きずり下ろすのは俺の役目だ。俺が主役だ。分かってた。内藤、上がってこい。だが届かなかった。ブーイングです。自ら運命を引き寄せた。ここまでずっと新日本プロレスを引っ張ってきたの知ってるから、まあ寂しい現状だけどね。俺がとどめを刺してやるよ。見せつける制御不能な新世界。まあ、去年1年未だに固くなに手のひら返しをしない人間もいるんでしょ。心を解放しろよ。どん底から這い上がる、全てを変える。どんどん新プロのレスラーが力をつけて一歩ずつ後退しろです。ただね、一人 V 字回復の年にします。その時にこれと棚橋のタイトルマッチで人を埋めたいっていう、俺の運命は俺が変えますよ。白きベルトをかけた運命の一戦、生まれ来る新たな世界を紡ぎ出すのは棚橋か、内藤か、勝負の時。 IWGP インターコンチネンタル選手権試合、挑戦者棚橋博史 VS 王者内藤哲也。